ウィチタはアメリカ合衆国のカンザス州にある都市、同州最大の都市、鉄道や幹線道路などがあり、古くから交通の要所として栄えた。また、家畜、農産物の集産地として発展し、食品加工工場が多い。その他の特徴的な産業として、航空機で特に民間向け小型航空機の製造が盛んである。油性があり、原油も産出する。 ウィチタは北緯37度41分20秒、西九97度20分10秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積359.8平方キロメートルである。このうち351.6平方キロメートルが陸地で8.2平方キロメートルが水地域である。総面積の2.28%が水地域となっている。 2000年現在の国勢調査で、この都市は人口34万4284人、13万9087世帯、及び8万7763家族が暮らしている。人口密度は979.2平方キロメートルである。432.7平方キロメートルの平均的な密度に15万2119件の住宅が建っている。 この都市の人種的な構成は、白人75.20%、アフリカン・アメリカン11.42%、先住民1.16%、アジア3.96%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種5.10%、及び今月、根ー3.10%である。ここの人口の9.62%はヒスパニック、またはラテン系である。 139,087世帯のうち32.1%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、47.3%は結婚して共に生活している。11.6%は未婚の女性が世帯主であり、36.9%は結婚していない。31.2%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 9.3%は65歳以上で、独身である。1世帯の平均人数は2.44人であり、結婚している家庭の場合は3.10人である。この都市内の住民は27.1%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.1%、25歳以上44歳以下が30.7%、45歳。 以上64歳以下が20.2%及び65歳以上が11.9%にわたっている。中央値年齢は33歳で女性100人ごとに対して男性は97.1人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.6人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は39,939ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は49,247ベイドルである。男性は36,457ベイドルに、対して女性は25,844ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は26,47ベイドルである。 人口の11.2%及び家族の8.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.4%及び65歳以上の7.6%は貧困線以下の生活を送っている。20世紀にクライドセスナやウォルタービーチなどの航空機械のパイオニアたちは、ビチタが世界における空の都として確立することにつながる。 事業を始めた。ステアマンエアクラフト、セスナ社、ムーニー社およびホーカービーチクラフト社などの航空機製造会社はすべて1920年代後半から1930年代前半にウィチタで設立された。セスナ社とホーカービーチクラフト社は今日もウィチタに本社に残しており、リアジェット社とスピリットエアロシステムズ社と共に、そしてエアバス社とボーイング社の両方が ウィチタで従業員を雇用している。ウィチタはこの地域一体の文化、メディアの中心である。ウィチタにはいくつかの美術館があるが、その中でも最大のものはウィチタ美術館である。所蔵品はアメリカのプレートプレーンズ地区の作品を中心に8000点を誇る。ウィチタは全米国際姉妹都市協会によって指定された5つの姉妹都市と提携している。 U.S. GATS ATEAL FILES, 2010, 2000, and 1990, United States Census b u r e a u h t t p w w w c e n s <www>. u、er、<ター> s g o v g o w w w g a z e t t e r g a z h t m l 2 0 1 1年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダー。American Fact United States Census Bureau,http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。スカイチケット、カンザス州ウィチタ観光8000スカイチケット2019年2月19日、更新2020年2月4日閲覧。ありがとうございます。